信州大学教育学部の佐藤でございます。 e スクール構想が始まってまいりますが、なぜ子どもたちに一人一台の端末が必要なのか、その背景についてお話をいたします。はじめに情報メディアの変化について見ていきます。左側から古い携帯電話ですね、それからウォークマンのような音楽を聴くものがございます。こういったものがですね、少しずつ変化していって、やがて私たちが今使っているようなスマートフォンが出てきました。非常に生活に豊かで便利なものになっていますので、日本はですね、日本も含めて海外も含めて多くの場所でですね、デジタル化が進んでいるということが分かってきております。私たちもその生活の中で重要さですね、そういったものが理解できるような行動をしています。このスライドは情報通信機器の保有率になります。右下の枠、赤い枠を見ていただきますと、モバイル端末全体はですね 96.1% となっておりまして、生活の中にスマートフォンを含めて多くの機器が使われているということが分かります。こういったふうにですね、データを見ていきますと、一見日本はデジタル化がかなり進んでいるというようなことを感じてしまうわけですね。しかしですね、このスライドは昨年の4月16日に文部科学省が発表したものでございますが、コロナ禍で日本中の学校が休校になりました。そのうちですね、どういった学習状況になっていたかといいますと、紙や教科書を使ったですね、家庭学習は 100% である一方で、同時総合高校のオンライン授業ですね、この家庭学習ができたというふうに回答した自治体は 5% しかなかったわけですね。こういうふうに考えていきますと、一見ですね、デジタル社会というふうに思われがちですけども、日本はですね、かなりデジタル社会というふうに言えるわけではない後進国だということが言われてきております。一方でこの事例、カナダのものをお見せしております。これはですね、私が小学校の教員時代に教えた子どもがですね、留学していた時の様子になります。昨年の3月の学習状況を示したスライドになります。日本は先ほどの示したようにオンライン授業ができなかったわけなんですけども、カナダではですね、休校後すぐにオンライン授業へ移行したということをお聞きしました。これはなぜかということなんですけども、日常的に一人一台で学習が展開されています。これごく普通にやられているということですね。そして教科ごとにですね、このように情報が日々配信がされているというような状況です。この中で休校になったわけですね。そうしたらですね、その次の日からは Google Meet でつながって学習が行われたということになります。ポイントは、日常的にこういった学習がされていることですね、端末が使われていることが非常に重要だということが分かってきました。もう少し細かく見ていきますと、授業ごとにですね、詳細な学習の課題であったりとか、どのような学習活動を行うのか、そして何がゴールなのかということをですね、ウェブ上でも示しますし、もちろん対面でも示したわけですね。こういったことが非常に今の時代重要になってきておりますし、コロナだからこそ注目を浴びたというような事例になります。日本がデジタル化が遅れた背景になりますが、このようにですね、先進国の中でも大幅に遅れているということが報道されています。日本の小学校、中学校ですね、 OECD の平均に比べるとその半分以下がの数値を示しています通り、 ICT を活用した指導が行われていないというのが実態になっています。そして2つ目になります。これも OECD のですね、PISA 調査、2018年のものになりますけども、日本の子どもたちは勉強でですね、 ICT を使わないことが分かってきました。右側の方を見ていただきますと、チャットをするであるとかゲームをするですね、こういったことは日本の子どもたちは OECD に比べますと平均を超えて ICT を使っているということが分かっていますが、
一方でこの赤枠を示している方ですね、左方の方ですけども、こちらの方を見ますと、コンピューターを使って宿題をするとかですね、勉強のためにインターネットを使うとか、こういったことが OECD の平均に比べますと大きく下回っているわけですね。私たちは大人がですね、ICT、子どもが ICT を使うというようなことを言ったときに、すぐにですね、遊びに使うんじゃないかとかですね、そういったことを言ってしまうわけですね、想像してしまうわけなんですけども、その想像はですね、このような実態ですね、多くの子どもたちを大人が見るときに ICT でですね、遊んでいるシーンしか見ていなかったから、勉強する姿を想像できないわけですね。そういったことから懸念も生まれてきているというふうに考えられています。でそれからこれはですね、大人も ICT が苦手という調査になります。国際成人力調査 PIAC というものですけども、紙の調査とですね、コンピューターの調査が行われました。両方ともですね、同じ問題が出題されているわけなんですけども、その中では紙でテストを解くとですね、日本は1番になっているわけですね。読解力のところと数的思考力のところを見ると括弧1というふうに書かれていますね。ただし ICT を活用した問題解決というところになると括弧10というふうになっています。同じ問題を解くとしてもですね、 ICT を使ってしまうと、日本人はなかなか能力が発揮できないということが大人でも、分かってきています。それからこれはまた、子どもの方に戻りますけども、ピサ調査ですね、国際調査と言われているものです。2012年ですね、見ていただきますと、かなり日本は高いところを占めています。ほとんどのものがですね、1位、2位というような形で、日本の学力が高いというふうに評価されてきているわけなんですけども、2015年ですね、見ていただきますと、ここではですね、読解力が6位までに低下しております。その理由は上の方に書かれていますけども、コンピュータ使用型調査に変わったことが原因であると。いうふうに言われています。2018年には11位にも低下しております。詳細は OECD の方で確認できますが、コンピューター画面でですね、情報を検索するというようなことはなかなかできない、複数の情報を検索がすることができない、さまざまな読解力がウェブ上の情報と関わっているのが現代社会なわけなんですけども、ここがコンピューターを使っていないからどん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 弱くなっているんだというふうに言われています。さらにですね、これからの日本の話になりますけども、日本の人口はこれからどんどん減っていくことが予測されています。2004年がピークでした。1億2700万人ぐらいがいるわけなんですけども、2050年にはですね、9500万人、そして2100年には4700万人に下がっていくと言われています。人口減少社会では、今までの労働力ですね、私たちが仕事の仕方、今までの仕方ではこの社会を維持することは不可能だと言われています。コンピューターを使って人間に代わって労働力を維持していくというようなことをしていかなければいけないとすれば、コンピューターを小学校段階から使っていく必要があるんだというのがギガスクール構想の目標の一つにもなっています。ですからギガスクール構想でですね、十分な ICT 環境を実現していくというために、児童生徒の情報端末、それからですね、超高速ネットワークの Wi-Fi あるいは LTE を整備する自治体もありますけども、こういったことを整備して、子どもたちの ICT を使った学習を保障していこうというのがギガスクール構想になっています。